この度、金融担当郵政改革大臣を再び拝命をいたしました国民新党の副代表の自見庄三郎でございます。よろしくお願いをいたします。再任にあたりまして、菅総理から金融機能の安定を確保すると同時にですね、地域金融の円滑化に向けて取り組みを進めること、また総務大臣と密接に連携をして郵政事業の改革の着実な推進に取り組むことというご指示をいただきました。この指示を踏まえながら全力を挙げてですね、取り組みたいと思っております。金融に関してでございますが、ご存知のように先般ですね、ペイオフを日本新興銀行に戦後初めてさせていただけたわけでございますけれども、預金者の方々は大変冷静なですね、本当にありがたいことでございますが、対応もございまして、粛々正々とですね、今、ペイオフをですね、やらせていただいているところでございます。また、2つ目はですね、ご存じのように、2年前にリーマン・ブラザーズが破綻をいたしまして、リーマン・ショック以来ですね、世界で大変な金融がですね、大変激動といいますか、大変不安定にもなっておりますけれども、1929年のアメリカの大恐慌以来ですね、あの時は大変に世界の経済がブロック化したわけでございますけれども、その本当に苦しいですね、経験を踏まえて、今回はもうご存じのように G8、あるいは G20 でですね、やる世界の経済、あるいは特に金融をですね、一ついろいろですね、金融機関の安定、そして同時に地域の経済の活性化、どう調和させていくかということでございまして、先般ご存じのように、バーゼル3をですね、大体合意をさせていただいて、11月のですね、このソウルのサミットに向けてですね、今はもうほとんど合意ができたところでございます。皆さんがご存じのように、我々も10年前、大変ですね、厳しい金融危機を経験したわけでございますけれども、銀行の自己資本、質と量でございますが、高ければ高いほど、確かに国債安定をするわけでございますけれども、しかし同時に、今後ご存じのように、当時、貸し渋り、貸し上がし、急速なですね、信用の収縮につながり、ですね、本当に持続可能な企業の経営、あるいはですね、持続可能な経済の発展が大変阻害されたということは、我々痛いように知っているわけでございますから、そういったことで、2つのですね、バランスを取りながらですね、きちっとやっていくということはですね、大体、主に日本、ドイツ、フランスのですね、指導が多かったと思っておりますけれども、大体ですね、合意を取れたというふうに思っております。それからですね、この中小企業金融円滑化法案、前の亀井静香大臣がですね、この作られた法律でございますが、これをしっかりですね、中小企業のですね、金融の円滑化にもですね、努めてまいりたいと思っております。それから今日ですね、ご存じのように、1時から、民主党の代表の菅直人代表と、我が党の国民新党の代表の亀井静香代表とですね、また合意書を結ばせていただきまして、引き続き前日を維持すると、そして2009年9月9日にですね、この当時は社民党が入っていて3党でございましたが、3党連立政権合意書を尊重し、これを引き継ぐこととすると、で2番目が郵政改革法案については、速やかにその成立を期すということでございますから、ですね、今ご指示にございましたように、総務大臣ともしっかりですね、密接な連携を取りながら、郵政、事業の改革をですね、着実に進めてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ご質問どうぞ。よろしいですか。はい、どうぞ。日経新聞の淡井と申します。先ほど円滑化法の話がありますけれども、こちらの方、来年3月に期限を迎えますけれども、こちらの方の法案の延長ですとか、あるいは見直しみたいなものはどのようにですか。大変時期にかなったですね、私は質問だと思っています。今この内閣でもですね、いわゆるですね、第1弾、第2弾、第3弾というですね、景気対策をするということが大変大事でございます。
まあ、そういった意味では、まあ、今ですね、総理のお知事にもございました地域金融ということでございますから、これはまあ地域地方でございますから、まあ、中小企業体操もですね、まあ、占めるわけでございますから、そういったこともしっかりですね、この視野に入れながらですね、前向きにやっていきたいというふうに思っております。他ございますか。はい、じゃあ最後でお願いします。引き続き国民新党代表して民間ということですが、先ほどからその総理が閣僚の会見の中でですね、ここはですね、あんまり閣僚婚のことは口外してはならないというような、まあ、一つの、まあ、なんて言いますか、不文律らしきものがございますが、今日実際ですね、菅総理からの言葉として、短い辞表を取りまとめた閣議、あるいはその後の閣僚婚でございますが、2回ほどですね、412の民主党と、国民新党ということをですね、まあ、短いメッセージの中で、閣議あるいは閣僚婚では2回ほど菅総理から言っていただきましてね、まあ、私はまあ我が党小さな政党でございますが、まあ、気を使っていただきましてありがとうございますと、まあ、こういうふうにまあ申し上げたわけでございますが、まあ、しっかりその辺はですね、本当に野党、我々お互いに野党だった時代からですね、まあ、今さっき言いましたように、ちゃんとこの連立政権合意、それよりもまた去年の8月31日以前にですね、ちょうど1週間前にその衆議院の選挙に臨むこのですね、3党の合意ですね、たった6項目しか共通な政策公約作っておりませんけれども、まあ、そういったですね、長い間の信頼と友谊がございますから、そのことをしっかりですね、大事にしながら、まあ言葉で少なかったということでございますけれども、まあ、それが証しに私はちゃんとですね、また閣僚にしていただけてですね、また今申し上げたようなしっかりしたご支持をいただいたわけでございますから、まあ、寸分たがわずですね、この民主党と国民新党連立の審議はですね、しっかり信頼があるというふうに思っております。はい、自民大臣どうもありがとうございました。はい、じゃあ最後の最後でお願いします。はい、民政改革法案なんですけれども、はい、参院で与党が過半数割れている現状ではですね、成立には他党との連携が必要になってくると思います。で、法案成立の可能性、今率直にどう見てらっしゃるのか。まあ、今ですね、まあ、今日両党首が合意した、まあ、郵政改革法案について速やかにその成立を期すということでございますから、まあ、私はまあ行政の長でございますからね、まあ、それに従ってしっかりやっていきたいと、まあ、もうよくお分かりのように行政部でございますから、これ国会のことはですね、まあ、当然、まあ、国会のそれで運営の責任者をおれるわけでございますから、そういったことにしっかりですね、協力していただきながらやっていきたいというふうに思っております。はい、これでもちろんして自民大臣の記者会見を終わらせていただきます。はい、どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。